はい、どうも、いつもね、動画を見ていただいてありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるい動画の時間です。それでおっちゃんはね、毎日、ガレージライフ、ガレージでね、遊ぶこと、またあの車バイクで走ること、楽しんでる動画をね、ゆるくアップしてるだけの動画の時間です。それでね、今日はね、何をするかといったら、あのジムニーちゃん、これね、あのジムニーちゃんのね、これラジコのボディな10分の1なんですけどね、ここのところにね、新車、あの S、スズキの S マークがついてるんですけど、それがね、めちゃくちゃ目立つんですよ。私の車、黒色だけになんかめっちゃ目立つんでね。でそれをね、今日ね、このタミヤの缶スプレーで塗ったらどうなるかな。これスモークなんですよ。だから今の光ってるのがどんよりする感じになるのかなと。それでね、直接この S のマークにね、塗る勇気はないんでね、とりあえずまた知り合いの車屋さんに行ってね、外してるエンブレムもらってきましたまあこんな感じでね、もらってきたんです。それでね、これでね、とりあえずこれを塗ったらどうなるか、剥がれるかとか、ちょっとね、試していけそうだったら本ちゃん塗っていきたいと思います。とりあえずね、こっちが試し塗りやっていきますのでね、まあめっちゃゆるい動画ですけどね、よかったら最後までお付き合いください。これ試しっていうのはね、ちなみにこのメッキしてる上にこれが乗るかどうか、ほんでこれを乗せるための密着輪塗ったりね、いろいろやりますので、よろしくご覧ください。おーす。まずはね、ちょっとあのサビとか汚れがあるんで、ブルーマジックで一応簡単に落とします。ほんで落として、脱脂して、それで塗ります。まずはね、あの汚れをね、このブルーマジックで、落としてから、それから作業にかかりたいと思います。はい、こんな感じでね、一応ピカピカになりました。それで、次にね、この脱脂プレソルでね、油分を取ります。でも本当はね、あの塗装って表面にあのペーパーで傷つけるんですよね。ペーパーでこの傷をつけることによって、そこに塗料がこう密着していって塗装ができるっていうような状態なんですけど、今回ね、あの私が使うこのスモークはね、半透明なんでね、あの下地が見えるんですよ。だから400番とか800番のペーパーでこすってやったら、ペーパー目が多分出ると思うんですよ。本当はペーパー当ててやったら塗装はできると思うんですけど、これね、このツルツルの上にね、できるかどうかめちゃくちゃ心配なんですよ。なんかめちゃくちゃしょうもない緩い実験なんですけどね。それでね、もうこのまま塗ったんではすぐに剥がれてしまうと思うんで、この密着輪をここに塗って、それでその後に、スモークを塗っていきたいと思います。やってみます。おーす。密着輪いきます。はい、密着輪をね、塗った状態です。若干ね、表面にね、密着輪のこのブツブツみたいなのがあるような気もします。今から塗っていきます。2回目いきます。
はい、塗装して30分ぐらい乾かしました。密着論つけてるとせいと思うんですけどね、剥がれそうにはないのでね、若干いけるかなと。こんな感じでちょっと並べてみますね。まあ、色の感じから言ったらこんな感じ。このめっちゃ光ってるのがちょっとどんよりなるような感じ。まあこんな感じです。それで今ね、もうグリルごと外して塗装しようかなと思ったんですけど、このネジがねめっちゃ綺麗んですよ、塗装してくれてね。それでなんかこれ外すにネジ傷入れたら、まあなんか事故車みたいで嫌かなと思ってね、もうこのネジはもうこのままで置いときたいなと思ったので、この S マークをちょっと剥がしてみようかなって思いました。それでね、これエンブレムをねちょっと剥がそうかなと思ったんですけど、ちょっと凹凸があってこう剥がすのにちょっと力がいるのでね、もうここは強化突破マスキングしてそのまま塗ってやろうと思ってます。おーす。密着論いきます。はい、もうねここまで来たら後戻りできません。タミヤの缶スプレースモーク塗ります。2回目いきます。やっぱり2回目はねまだちょっと色が薄いです。はい、完成しました。それでね今日はねもう徳島でも朝ちょっとね肌寒く感じてね、T シャツの上にね、シャツを 1枚重ね着しました。それでねまあ秋の訪れかなと日々感じるような季節になりました。それでどうですかこれ、めちゃくちゃ気に入りました。メッキの元々のこう光ってるのがこう色の奥からデローっとする感じと、このスモークで抑えてる感じのこの微妙なバランスがねめちゃくちゃいいですけどね、これはねまだ耐久性がわからんのですよ。雨とか降られた時にね、どれぐらい耐久性持つかわからんのでね、まあこれからね、検証していきたいと思います。それでもしこれがすぐに色がね、剥がれるようでしたらね、今度はもう2液でね、2液で、もうマットブラックかなんか塗ろうかなと。まあそんな感じでね、これからもね、剥がれるようだったら塗装します。どうですかこの動画、もしよかったらグッドボタンお願いします。それとね明日もねまた楽しくガレージライフ楽しみますのでね、アップしますので、よろしければチャンネル登録していただいて明日の動画でお会いできれば幸いです。今日はねジムに自家製塗装タミヤの缶スプレーで塗りました。おーす。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね、高評価、チャンネル登録もよろしくです。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。おーす。